私がこの恐ろしい事件を発表するのは気が進まないのだ。なぜなら、これはあまりにも陰惨な事件であり、あまりにも呪いと憎しみに満ち満ちているからである。事件はまだ戦災の後も生々しい銀座四丁目の交差点から始まった。Hey, get moving, Batman! Batman? その男が天銀堂宝石店に現れたのは午後4時頃。と、生存者は証言している。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。年齢45、6。鼻筋の通った品のいい講談師で、左腕に東京都の腕章をつけていた。東京都の者ですが、店長はおられません。私ですが、何か。近所で集団赤痢が発生しました。赤痢？その男は赤痢に効くとピペットで茶色のガラス瓶から薬を吸い上げ、一個の茶碗に2回ずつ注ぎ分けた。GHQ より出た強い薬なので、歯に触れると喉嚨室を損傷します。私が飲み方を教えますから、私のやるようにしてください。皆さんも飲んでください。どうぞ。3人の生存者の証言をもとに、日本初のモンタージュ写真になるものが作られることになるの。もっと髪は短くて、顎はしっかりとした感じでした。目元がパッチリしていて、鼻筋が通っていました。もう少し鋭い目で、パッチリとした唇でした。犯人は捕まらず、迷宮の様相を呈していた。マントの男、マントの男、マントの男。ここにいますよ。うわ、
ああ、相変わらず真っ白ですね。コウさん、びっくりさせないでよ。あ、天銀堂事件。その日僕、銀座にいたんですよ。え？本当に？ええ、本当です。あ、それがね、先生。四丁目の交差点で、防毒消毒員という腕章をつけた男とすれ違っているんです。え？で、顔は？顔は見たのかい？いやそれははっきり覚えていなくてね。この顔だった。唇は薄くて、顎は尖っていたと思います。額は広く、もう少し高い。髪はもっと多く、口は小さめで、高貴な感じでした。男になったなぁ。そうですね、やはり家族って顔立ちですね。家族？犯人って誰かの家族なの？先生、家族は家族でも華やかな花の家族のことですよ。高貴な一族のことです。え？こんな犯人知ってるの？は？え、犯人って元家族なの？先生、何の話をしてるんです。僕が言っているのは、自殺した椿尺のことです。椿尺？ほら、これ。なんだ、てっきり天銀堂事件の犯人かと。あれ？似ている。似てますね。峰工場さん、太郎さん、お嬢さん、今日は卵が手に入ったんですよ。ありがとう、太郎さん。今の椿家は太郎さんだけが頼りです。これはほんの恩返しです。亡くなった椿氏宅に父が大変お世話になりましたから。太郎さん、どうして父は自殺などしたのでしょう。椿氏宅は誇り高い方でしたから、家族制度が廃止される前に家族として死にたかったのではないでしょうか。この家もあとは夕日のように消えてくれて、椿家はあなたがいるから大丈夫ですよ。行きましょう。峰工場様、お帰りなさいませ。ただいま。
先生。お父様。お父様のフルート。この放送は、ホーユーと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。